はい、P0 です。こんにちは。でね、本日はですね、バックパックの制作のパート2ということで、始めていきたいと思います。自作バックパックですね。まあ、ちょっと胴体の方もね、ちょっと関節いじっておりますが、それでは早速始めていきます。で、バックパックの両サイドですね、これあらかじめ、1ミリね、減らした、2ミリ減らした状態で設計しておりまして、で外側のですね、外装板をね1ミリもう一つ足してやるということですね。でちょうどあの切り欠きを作ったものをね、を切り出しまして、今貼り付けているところでございます。今隙間のところ瞬間接着剤などを流し込んで、組み立てていきます。はい、あの傘立てのビームサーベルの傘立ての方なんですけど、ね、ちょっとピンキン方むちゃくちゃなんですけれども、両サイドは 1.5 ミリということで、プラ板の、気取りをしていくと 1.5、1.5、真ん中3で、 1.5 ミリは 0.5 と1ミリを足すで、真ん中の3は 1.0 を3枚重ねるっていう形でやっていこうかなと思います。これはね、キャストしようかどうしようか迷ったんですけども、これは、厚紙で作りました。でこんな形だったんですよ。まあ、ここ の, あのスリットは、ね、入れてないんですけれども、厚紙で何を見たかっていうと、ちょっとちっちゃいなというふうなのね、本当の大きさは本当の大きさちっちゃいなと思って大きくしたんですよね。本当 の, あのさっき書いた図のままでやるとこの大きさだったんですよ。でちょっとちっちゃいな、あれサーベルどっか行っちゃったな。でサーベル入れたらもういっぱいいっぱいでね、なんかえらい貧弱に見えたんで、やっぱ 大きくしようということで、大きくしてこれなんですよ。でまあ見た感じこれだったら、まあ大きさはまあ十分迫力あるなっていうふうな雰囲気は見えるんですけれども、横から見るとですね薄っぺらいんですよね。ということで、ここの横幅も1ミリずつ外に向けてですね大きくしなきゃいけないなということで、さっきの6ミリ6ミリのところをちょっと変更して、さらにちょっとサイズアップさせてみようと思います。まあ、ちょっとこの上からもう一回っていうか、あのプラバンじゃない、モックをね、やっぱ作った方がいいですね。はい、これでモックアップでやりました。まあ、こんな感じですね。ここの部分は、ビームサーベルが入る穴として、こういう穴を開けてやると、そういう計画で、まあ、バランスを見ると、まあ、これぐらいでいいかな。もうちょっとあの今大きいんだけど、このぐらい分は C 面処理しまして、減りますので、減っちゃうんでバランス的にはちょうど良さそうなんですけど、このぐらい分は減りますよね。もう斜めにカットしますからちっちゃくなる。で若干、まあ、こっちのこの辺に向けて絞る、まあ、ペーパーで、ちょっとテーパーをつけてやるというふうな作業をすると思いますので、まあこれぐらいでいいんじゃないかな。はい、それではね、まずあの本気モードを1枚書いておいてですね、その幅に合わせてプラ板を今から切っていこうと思います。でまあディバイダーでもってですね、あのようにあのちょっと毛書き線を入れてやって、で、その線に向かってですね、金じゃこを当ててカットしてやります。あとは B カッターでもって、これを 2,3 回ですね、キュッキュッと引っ張ってやって、はい、折り目をつけてやりますね。で何回かクニクニってやればパキッとこう割れるということです。でここからですね、本気で描いたこのデザインのところですね、設計承認に従って、カットしていきます。で今見えているのはですね、この黒いやつは、ゴッドハンドツールスのアルティメットカッターでございます。こういうね、1ミリ程度のですね、プラ板をカットするのは非常に楽にこうカットすることができますのでね、非常に、楽にね、切れますから、おすすめできますね。まあ、切り口も結構ね、鋭くてま、ね、っすぐに切れます。小口の部分のね、調整はですね、まあ、あの線の上ぴったりとカットができているんであればね、あんまりもヤスリで整える必要も少ない。まあ、そういう部分非常に便利ですね。はい、まあ、ギザギザのところは小口の部分ですねは綺麗に、
整えてやると。はい、ではね、若干変更いたします。先ほど言いましたね、厚み2ミリ分をね、はい、先ほどの計画書で 0.5 ミリはもうなしということで、これはもうなしで、1ミリのやつが4枚必要になります。そして、ちっちゃいやつですね、だから スリットの上に部分、上になる部分、これも4枚と、これ合計8枚のプラ板をカットしていきます。はい、で1枚目のプラ板をですね、あのように、ね、貼り付けまして、まあ、四角いね、硬いブロックの上にくっつけて、乗せてですね、はい、1枚目のプラ板はですね、まあ、ゲージになりますので、ちょっとね、小口の部分を青くね、塗っています。まあ、マジックでね、描くだけでいいと思いますの で、まあ、あれを目安にしてですね、2枚目、3枚目のね、プラ板もこれを基準にですね、形を整えていくということです。はい、これはペーパーで持ってですね、合わせて調整しています。あの青いのが消えない程度、消えるか消えない程度に削ってあればほぼ同じ形になりますね。はい、次もこれ3枚目も貼り付けてますけどもね、3枚目ともなるとですね、アルファベットカッターでちょっと切れにくくね、切れないかな、難しいので、もうこのようにカッターで、切り目を入れて、そうですね、ニッパーあたりでこう噛み切るようにちぎってやればいいかなと思います。これはね、1枚、2枚ですね、2枚貼り付けたもので、合わせて1枚だけをカットしているシーンですね。あえてね、端っこを合わせてカットしてやればいいんですけれども、はい、で、まあ、小口をまた綺麗にね、そして、それぞれにこう割っていきます。瞬間接着みたいにね、点付けしていますので、割るのは非常に簡単ですね。はい、これ全部で合計4枚ね、同じ形のプラ板を作っています。これそれぞれにちょっと役割がありますので、ちょっと、わざわざ割る必要あるのかというと、割る必要は実はありまして、ね、それぞれに役割があります。真ん中にあるのが、スリットの上になる部分ですね、これを中央にして挟んでいってやるということになります。2枚2枚で挟めて、で、最初に設定してあったスリットにはまり込むとぴったりと入りますね。はい、でこんな形で、ね、今何やってるかというと、これコピックマーカーですけれども、もう角ですね、これまた心理処理をするところに対して、マーカーをちょっと、分かりやすいように色を塗ってやるということですね。はい、で粗めのペーパーでもって心理処理です。まあ、ブルーに塗ったことによってですね、どれぐらい削ったかというのをこう分かりやすくしているということですね。白いプラ板ですので、削った量がですね、周囲のこの色と溶け込んで分かりにくいというのが、まあ、ありますので、まあ、塗っておくということです。これはマジックですので、まあ、水分とかアルコールでですね、溶け出してしまいますから、まあ、できる限り全部きれいに切っておいた方がいいんですけれども、これね、塗装の対象ではなくても、レジンで複製にしようと、レジンキャストで複製にしようと思っていますので、まあ、特にその、マジックの染み出しはね、あんまり、考慮しておりません。あと、そうですね、あそこ一段ね、貼り付けしないといけないので、帯をつけなきゃいけないのは忘れてましたね。でもうあれ 0.5 ミリで、一番上のところちょっと襟をつけているんですけれども、今やっているのは、中央部分にですね、スリットを入れようということで、はい、
でこれはエバーグリーンのね波板の形をしたスリットですね。スリット型のプラバン、うん、っていうか、はい、ルーバーがなんかだんだんってなってるような、そういうプラバンを貼り付けています。で本体とちょっと隙間が発生いたしましたので、あの隙間の部分は 0.5 ミリのプラバンでちょっと隙間を埋めておこうと思います。あの程度の、ね、隙間をプラバンで挟んで、瞬間接着剤を流してやってね、で、固めてやるといいでしょう。で、形を整えて、これは全体像ですね。あのメガネ型の抜きの部分ですね、丸いパーツは、社外品ですね。社外品というか、まあ、ことぶき屋かなんかの、を仮にちょっと今止めてはいますけれどもね、最終的にあれを採用するかどうかちょっとまだ決めかねています。でバーニーはまだ取り付けていません。で胴体へ戻っていきます。ここからですね、はい、これ首のこの襟の部分なんですね。胴体自体はですね4ミリ、幅増しをしておりますので、襟はまだちょっと手つかずでしたから、ここ4ミリ、長さをねアップさせてやるということで、これ2ミリプラバンですねを2枚ずつ挟み込むことによって、4ミリアップさせるということです。もう単純にね、もう張り込んで、接着して整えてやりますね。次にですね、このパーツですね、お腹の中の芯の部分なんですけれども、この芯の部分がですね、もうここからの工作で非常に邪魔になるということが分かりますので、もうカットして切り取ります。内部の工作がちょっとできないんですよね。だからどんな内部の工作をするかというと、肩とかの関節、腕の関節をこれで作ってやると。でレジンキャストをしていきますとね、紙コップの底にですね、レジンの余りが溜まっていきます。その溜まったものをブロックとして使用するということですね。はい、必要な量を、ね、トレースします。ああいう透明の、ね、あの板にですね、必要な部分を形を書き込んでやってですね、でそれをマスキングテープで打ち込んで、あの部分をカットしてやろうということです。まあ、結構これたくさんありますので、もう豪快にもう廃材ですんでね、豪快にカットしています。結構しっかりしたノコを使わないと硬いんでね、切るの苦労すると思います。はい、ではねこんな感じで、はい、中央の部分をレジンブロックとして、内部に仕込んでいこうと思います。この中でこう入れてね、中で固定してやろうということです。はい、ではね瞬間接着剤でもって固定しますね。普通のプラ用のセメントではこうくっつかないので瞬間接着剤です。隙間あるじゃないですか、ここのところの隙間とかも、まあ、後々パテで埋めてしまえばね、より強固なその固定力がね発生できますので、もしくはまあプラ板の間に挟んで接着してもいいかもしれないので、固定されてますねここのところね。であとまた残り 0.5 か1ぐらいですかね、もうプラ板で持って足してやると、この中に挟んで接着をします。瞬間接着剤をこの隙間に流し込みました。ああもうくっついちゃったよ、早いな。こちら100均の、ね、アルミ線なんですけれども、これを使って関節としたいと思います。まあ適当にまず打っちゃっていいでしょう、適当でいいと思います。これはなぜかというと、こうアルミなんで、しかもここからここまでですね距離がしっかりとありますので、100均のですね、アルミ線です。園芸用コーナーかなんかに売られてると思うんですね、工具売り場かな、売られてますが、2ミリのアルミ線ですね。もうどうしましょうね、アルミ非常にたくさんありまして、これ柔らかくてですね、関節として使うのは非常に便利だということで、
まあ、2ミリ線なんですが、この後この2ミリの部分をですね、4ミリにアップしていくという作業になります。で、バージョン系ガンダムのですね、肩のここの部分はこう固定されているんですけれども、肩内部の関節、それから上腕部、肘の関節はですね、キットをそのまま使おうと思っておりますので、この4ミリの直径が、まあ、ポリキャップの、ね、内径となります。で、2ミリの今ね作った軸が2ミリですので、これを4ミリにアップさせてやります。じゃあどうやってボリュームアップさせるかといいますとね、もうやることはですね、プラパイプをつないでいくしかないんですよね。でこれはウェーブのプラパイプですね。これ少しだけちょっと削ってやったら、こういう感じでぴったりと収まるようになります。でこれはですね、2ミリだとスカスカになりますので、2ミリの内径はね2ミリ以上ありますので、3ミリの、内部2ミリ径のプラパイプもまた用意しまして、これ二重にすることによって4ミリにアップさせてやるということでございます。こんな感じでね、でこれを軸にしてやろうということでございます。でハイパーカット層で今、ね、簡単に終わりましたね。ここはね非常に簡単です。これであっという間に4ミリ径にアップすることができました。で肩の中身の方なんですけど、まあ、全然スカスカの空間ですけどもね、あそこはまあ後々なんかでね、ディティールアップのものを作ってやればいいかなと思っています。まあ、後々って言ってね、まあ、どんどん後回しになっちゃってはいますけれども、プロポーション全体はやっぱり一回見ないといけませんので、その後の作業になろうかなと思います。はい、でまあ、瞬間接着剤をですね、アルミの線の方に塗りつけまして、軸を接着をしてやりましょう。こんな感じですね。まあ、右も左も同じように、関節軸を作ってやりました。はい、で、まあこの先はですね、まあ、すっ飛ばしてきた部分があります。胸の黄色いラップのところとですね、あと武器類をね作っていくことになります。それではまたよろしくお願いします。